9月27日に投開票を迎える自民党総裁選は実質、小泉進次郎、高市さなえ、石場茂の3名による、頂上決戦になる見通しだ。中でも終盤戦に突入するや、大本美子と、慎次郎陣営に、焦りの色が見え始めたかと思えば、猛追、武智、石場陣営にも、難題が浮上。総裁選の知られざる舞台裏を除いた。 共同通信が自民支持層を対象に実施した情勢調査15から16日で新総裁にふさわしい候補の1位に選ばれた高市氏だがその背景を全国紙政治部記者がこう話す。同調査では高市氏27.7%に続き2位石橋 23.7%3 位新次郎氏19.1%となっていますが 当院資格がある支持層に限れば、1位新次郎氏 27.、27.9%、2位高市氏 21.、21.4%、3位石橋 19.、19.7%と順位は入れ替わります。それでも高市氏の勢いは際立っていて、その理由として、各地での講演会や電話作戦、そして政策パンフレット、リーフレットの配布が効果を上げていると党内では分析されています。 一問着のあった政策パンフレットについては、すでに党員に向け、30万物強が郵送済み。選挙管理委員会が、禁止、を決める前に発送されたものだったが、自民執行部は口頭注意処分に加え、高市氏に対する新たな対応を検討中だ。高市氏の勢いを止めたい勢力の思惑が透けて見えますが、 今更追加で処分を課したところで、体制に影響を与えることはないとの見方が大半。実は高市氏に関して特筆すべきは、県連会長として臨んだ昨年の地元、奈良県知事選で保守分裂、お招き、維新候補に敗れたごたごたから、地元の支援は決して一枚岩ではないものの、ここまで党員票を伸ばしている点。成長重視の経済政策を評価する声が多いとされ、 保守派と呼ばれる党員以外も竹地の支持へと流れている構図が見て取れます。どう高市の隠し玉、読売新聞による党員、党友調査、14から15日でトップに立つのは石橋、26%。だが、時点の高市市、25%との差はわずか。票数に直すと、10票前後の僅差に過ぎない、どうという。高市、 石場の両氏とも国会議員票を今後、どこまで上積みできるかが勝敗を分ける鍵になる。現在、2人の議員票は共に30人台で、すでに50人以上からの支持を固めている新次郎氏との差は依然大きい。しかし、党員票で他を圧倒する2人の勢いが強まれば、勝ち馬、乗ろうとする議員を取り込む余地を残しています、どう。さらに高市氏には、ウルトラシー、もあるという。 自民党関係者の話。高市は無派閥ながら推薦人20人以外ですでに10人以上からの支持を集めているが、その背景について、麻生が裏で差配しているとの声が消えない。実際、もし決選投票に竹千野が残れば、麻生派の票は全部竹地に入ると党内では囁かれていて、竹千野の,の国会議員票にはまだ伸びしろがあるとの指摘は少なくない。 つまり石場との違いは、正気が見えてくれば、竹地代には強力な援軍が現れる可能性があるということだ。